ちょっと劇的だったな、なんかあの、まあね、山形のテレビで、ね、山形を応援すべき、まあ、番組ですけども、はい、ちょっとあの魂感じたね、うん、そうですね、花沢のね、うん、ちょっと魂感じました、うん、サッカーだなっていう、これぞ、ね、This is football、秋葉さんだ、This is football、 はい、また後輩かぶりました、中南後輩の、でも来たんだよ、夏さんいかがでしたか。いや、もう鳥肌立つ展開だったので、はい、あの本当残留争いの気持ちを分かるので、その中で点を取ったっていうのは、まあ、金沢からしたらもう、うん、まあ、ファンサポーターも含めてなんですけど、まあ、山形からしたら痛い、まあ、はい、あの負けなんですけど、まあ、でも本当に 熱すぎるというか、いや、はい、試合をちょっと見せてもらった。だってもう最後、大ちゃんほとんど喋んなかったもんね、はい、そうですね、もう見入っちゃったもんね、はいはい、まあ、どっちかっていうと、はい、あの守り側の気持ちで、守り側の気持ちで、うん、あの最後取られるときにどういう心境なのって全部わかるので、うん、その心境をちょっと察して、なんか無口になっちゃうと解説者としては失格です、ね、もしくは、もしくは寝てたから寝てるわけないでしょ。いやいや、でも本当にお二人がね言ってたような展開、取引、うん、すごくあの打ち立ってくるような内容になりましたけど、林さん、いやもう、率直に山形の応援番組でしたけど、うん、金沢に拍手を送りたい、まあそうね、というのと、あと山田には個人的に後で何しようやばいなあれは寝れない、はい、寝れないですあいつはああいうの引きずるタイプ、あ、そうなんだまあ、この順位的にね、山形的には一つ余裕のあるあの状況で迎えてるっていうので、そういう見方もできるかなと、うん、そうですね、試合としてはね、心理熱く、うん、はい、ね、盛り上がりましたけど、いや、まあ、もちろん、ね、山形に勝ち欲しかったっていうのもあるんですけど、ただあの、もともと山形にも所属していた瀬山選手が、まあ、すごいゴールを全部点数したっていうところと、あと、今シーズンで引退を発表しているあの、佐久田裕二選手が、金沢にね、はいはい、今日この後、セレモニーが、引退セレモニーがあるっていうのもあるので、なんかその山形のサポート、現地に行ってるサポーターさんも多分、その、ね、悔しいとかっていう気持ちはあるんですけど、やっぱどこかでね、なんかちょっとこう、そんな悔しいばかりではなくて、ちょっと拍手もちょっと、まあ、そうね、こうだからやっぱこれは This is football、 いや、出ました、それ言ったら全部 OK じゃないですいい言葉です、一応の後輩のパグとかいいですね Twitter の方もあの来てます。おやすみかすみさんから、はい、アンダープレーを山形で見たいなというのと、鈴和さん、セヌの恩返し代にやられた、さつきさん、セヌは山形時代のカウンターで得点してますね、さすがすぎるというようなコメントも来てます。あー、なんか素敵なコメントだね、やっぱりみんな悔しいんですけど、けど元々のフルスのセヌマンの活躍に少し祝福をしたいんだね、はい、では改めまして、はい、モテる山形の方からお知らせがございます、モテる山形、ありがとうございます、はい、シンディでございました、はい、シンディ、さあ、ということで東北電化工業プレゼンぶっちゃけトークビューイングそろそろ終了の時間ということで、もうありがたいですありがたいです先輩、もうマジででもずっとなんか喋ってたようなね、すごい楽しい時間で、楽しかったよ、二人がね、締めてくれるしね、ちゃんと真面目なことを言ってくれるから、そう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 、勉強にもなったし、本当ですね、はい、楽しかったです、またちょっとね、やらせていただきたいなと思いますけれども、一人ずつ伺っていきましょう。じゃあ、林さんからよろしいですか、今日、はい、いかがでしたか。いや、はい、非常にあのワッキーさん、はい、皆さんも方の会で楽しめましたし、はい、視聴者の方たちも楽しんでもらえたら嬉しいですね。ワッキーの、なんですか、あの9番としての働きどうでした、ゴールは0点で、カードが使えますか、カードください、カードください先輩に、いいですね、名人ありがとうございます、名人じゃないよ0点だったのこれいや、日本一ですよ、シュートすごいな、皆さん、皆さんありがとうございました。いやー、もう楽しかったら一言で好きんですけど、あ、はい、まあ
ガシャッはめていってないよ。コンビネーションもね、どんどん来たんだよ。じゃあ、最後にガキ先輩あたす志村さんあたす、でもあたす的には、私のプレーとしてはですね、はいはいはい、あの守備からリズムを作るってどういうことっていう、はい、綺麗なスルーパスを大ちゃんに出した、こういうスルーパスを出せるんだということを、アピール顔だと顔じゃない顔ダメよ顔禁止また呼んでいただきたいです、はいいはい、ありがとうございました勉強になりましたマー君がいてくれたからだから本当にねダブル MC っていう形だったんです本当は最初ははいはいはいワントップでしたねはいもう全部カンペも全部井上になってましたバッキーのバツだった俺のカンペなかった来て台本とか開かないしまあそういうことなんだろうなと思って、うんまあ、ね、ね、まとめてくれたからねうまくいきましたはいということでまた次回楽しい時間をね、はい、お過ごしできれば、新年もありがとうございました。ありがとうございました。ということで、本日の電化工業プレゼンツ、ぶっちゃけトークビューイング、それではまた、モテティブ山形のさらなる飛躍を願いながら、またお会いしましょう。はい、さよなら、バイバーイ。バイバイ。シンディ、なんかものまね最後。あ、一旦コマーシャルで。いや、違う、やってるか。どっけか。スタジオプレイですか？本音触ってきてスタジオプレイありがとうございました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 楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。あの新聞の話とかすごい来たんで、ツイッターとか。あと、サッカーと笑いも同じやつで。やっぱりその盛り上がったことですごいツイッター来るんで、ありがとうございました。そのパス出したの俺なんだ。怖いな。司令塔です。言わないかもないし。じゃあ、最後皆さんのモンテリを YouTube に上げるかもしれないので、ちょっと一言ずついただければ。すごく楽しかったです。あの勉強になりつつ、お笑いの勉強にもなりました。そうやろ。またちょっとうるさいんで後で聞いてあげてください。はい、ありがとうございました。あ、はい、はい、非常に楽しかったです。またよろしくお願いします。This is football 俺のやつ12月5日エギラマンズ北九州さんホーム最終戦でこちらフリース7000名様プレゼントです。皆さん一緒に応援しましょう。ありがとうございます。じゃあ最後に山形大好きビンヨヨヨ便利なの持ってるな顔決めた